なんかビビッと来たんで持ってきました。買いました。あれ、ここいきなり書いてありますね。お墓だよこれ。え、本当だ、墓地じゃん。この上だ、下だ。じゃあいつもこれ用意しとかやらないんだけど、ダメかもね、うん、これはやった方がいいっていう風な、はいが入ってきたんですよ、はいはい、目が見えなくなってきた。大丈夫、うん、体中が熱い。ダメだ、ちょっと俺がノイローゼみたいになってる。ぐる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 って回ってる。はい、ということで、はい、相も変わらず、アリオソガでございます。ああ、もう、素晴らしいイベントだったね。すごいですね、うん、今このアリオステージがね、ちょうど終わったとこなんですけど、うん、いやすごい数のね、ローカルヒーローがね、すごいね、うん、パッと見ると、こう、見回してもさ、あのヒーローだらけだからね。なかなかこんな大勢のさ、ヒーロー、なかなかないです。なんですか、ローカルヒーローじゃないっていうかね、うん、よく言うご本家様とかのヒーロー関係でもここまでのイベントってなかなかないんで、うん、そうだね。ね、そうそう、いやそれはだから、いつも年に一度、うん、ありますね。ね、2days とかでやってるんだよね。そう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 、日本ローカルヒーロー祭り。はい、ね、やっぱ最大級だ ね、 そうですね、世界最大級と言われてる、はい、ローカルヒーローのイベント。はい、もし、ご興味ありましたら、ね、来年でも、うん、よろしくお願いします。ね、もうメープルカイザーの物販はだいぶ片付いてますんで、ね、ね、ずいぶんはげちゃってますな。ゆうちゃんもうそろそろお帰り、うん、もうサクッと帰る感じでしょ。そうですね。ローカルヒーロー祭り自体はまだ続くんですよ、うん、まだね、向こうの方でね、ショーをやってるんで、我が輩たちが主題歌を務めてる、ね、茨城県のご当地ヒーロー、はい、茨城とかね、出るそうで、これから出るそうなんで、うん、はい、まあ、あっちの方もね、うん、まあ、僕ら今日は有吉ステージがメインだと思うんですけど、まだまだやってるんで、はいはい、メープルカイザーはもうさっさと帰して、はいはい、帰りしたっけ。あれ、さっきチラチラ映ってたけど、うん、どこ行った。何だ、メープルカイザーどこ行った。挨拶ぐらいしとこうかなと思ったら、いや、いろいろ挨拶をしに行ったんじゃないでしょうか ね、 うね、まあ、せっかくなんで、あっちの方にステージあるんでしょ。ちょっとあっち行ってみますか、行きましょうか、うん、ね、せっかくですから。いや、相変わらずすごいな、本当に子供たちは大喜びですよね。こういう感じですな、ね、こういう ね、 ね、なんか美味しいものを見てたりするわけだ、ね、あちら、あ、松原ライザー系が、うん、松原ライザー系のね、後ろのね、うん、これあれでしょ、カレーの物販してるでしょ。グランマサラ松原ライザーの話しとります。松原ライザー、松原ライザー、あ、松原ライザーさん、待ってね、待ってます、待ってんだ、はい、まずムービーか、ムービーの場合って、うん、何しよう。ガチトラワンポーズ撮ったの。あ、いいですね。ガチトラベルという番組ですんで、はい、はい、お、マサライザー、ありがとうございます。はい、佐賀県のご当地ヒーロー、佐賀県のご当地ヒーローですね。マサライザーということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。片隅にでも。あ、ありがとうございます。ガチトラベルと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで。こうやってね、ヒーローとの触れ合いもね、こんだけ身近にできるんですよ。そうだから、ね、そうそうないですよ、うん、ね、すごく楽しい一日をね、うん、過ごせるよね。ね、そう、うん、もう一日かけてね、お腹空いたらこのアリオでね、そうそう、アリオとかで、ね、ご飯食べる、ご飯を食べれば、うん、そうね、すごくね、はい、楽しい一日、この場所だけでね、そうですね、うん、かなりね、いいあれなんだ。そうでございます。やつるぎもね、もちろん今出てるんで、うん、ショーやってるんで ね、 ね、さっきアリオステージにもやつるぎさん、あ、そうですか、来てました。なるほどな、ね、
あれ何代目かわかんないけど。何代目？え？何代目かわかんない。いいよそういう細かい。なんかね微妙に鎧が違うんですよ。なんでね何代目か何代目かわかんないんですよ。なるほどな。なんですか。あの我々がね可愛がってもらってますね、大和博さんの、はいはい、レッスルワンの興行でも、そうでございますね、千葉の興行とかでもやつりさんが来てたりしますんで、ね、はいはい、うん、そうですね、そうですね、うん、はい、そんな感じでございます。いろいろね、バイクショップ本当にヒーローには頑張ってほしい、はい、そして我が輩たちもね、そのデキシーズも、はい、どん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 ね、そのヒーローの曲をね、うん、かっこいいやつ提供していきたいね。そうですね、ちょっといいですか、うん、何なんだよ。いやー、ちょっと待って、お前な全然気配を感じてなかったけど、ずっとついてきてたの。ずっとついてきたのかい。どうした、どうした、どうした、新鮮感が悔しいっす。何が悔しいの。あんなすぐ自分から振り出すぐ負けちゃって悔しいっす。何落ち込んでたの。落ち込んでたんか。落ち込んでた。しかもね、あなたも大好きな勝ちシリーズ、ね、せっかく出ているのにもかかわらず、ね、うん、あんな姿をね、GTG の皆様に見せてしまって、ね、あなたも GTG だもん な, そうだな。しかもね、うん、結構まあ簡単にいけるのかなと思ってポンって振ったね、段取りをね、うん、全く無視していっちゃった、ね、うん、さっさと無視するね。まあでも今発展途上のね、うん、ヒーローですよ。そうそうそう、ね、我が輩たちもね、はい、そして絶対のパンドもあなたのこと応援してるから、こっち側から。それで、何がしちゃいけない。悔しいの分かったよ。悔しいのすごく我が輩も分かったし、うん、ね、あなたのことをすごく応援していく、うん、うん、でなんだよ。もう鍛えてください。は、鍛えてください、師匠。あ、そう、我が輩をそういうふうに言うか。お願いします。なるほど。何それは何、もっと新鮮タイガーは強くなりたいと。そうです。どんどんもっともっと上に行きたいと。なるほど。上に行きたいです。我が輩に言いたいんだな。はい。ああ、そうだ。じゃあ。ならな、うん、そんな言うならね、吉田のな。そうですね。うん、もう、これは、自分自身との戦いで勝負してもらうしかないから、うん。なるほど。じゃあ、天熊さんが師匠になって、うん、新鮮タイガーを鍛えると。鍛えると。なるほど。ちょっと方法はね、いろいろある。ちょっと端に行ってもいいですか。ちょっとここはね、さすがに。まあ、いろいろ。人が映っちゃうとね。そうですね。後で、はい、編集大変なんで、はいはい、そうか。じゃあどういう風に強くなりたい。精神的に強くなりたい。そうですね。精神的に強くなりたい。だいぶね、新鮮タイガーポキッと心折れちゃうからね。ああ、折れやすいから。ガタイはいいんだけど、こうなんつうんだろうね、このガラスのハートなのでね、うん、こう見えてね、新鮮タイガーね、あれなんですよ。ショーとかだと側転とかしたり。あ、ちょっとやってみ、割と身軽な。ちょっとその身軽なとこ見せて。今できんの？今でき、大丈夫。腰大丈夫。あ、大事だ。準備運動ね。無理しない程度のやつ。無理しない程度のアクション、ね。こう回ったら多分痛いんですよ。ああ、そうです。じゃあ、我が輩が紹介するから、はい、新鮮タイガーさんやって。フレームに入ってきて。はい。はい、じゃあ、フレームの位置、覚えて。じゃあ、俺。この影がね。うん、影だぞ、この影。はい。あそこね、そこ。皆様、お待たせしました、はい、それでは新鮮タイガーに出てきてもらいましょう。じゃあ、紹介します、はい、栃木県小山市のご当地ヒーロー新鮮タイガー。すっげえ外れたけどね。あ大丈夫、ちゃんと収めたから大丈夫。おー、何気にね、身軽なデブというね。やらせていただいても素敵なね、うん、素敵な感じでございますね。うん、ここまでできて、まだなんかこう物足りない、物なんかあるのか、物足りない。やっぱり精神的に強くないです。精神的にな、うん、なるほど。精神修行大事だと。ああ、そうか、うん、じゃあ我が輩が、こうしろ、ああしろ言ったら、うん、それに耐えてもらう。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、大丈夫ですか。じゃあ分かった、じゃあ我が輩が用意しよう。なるほど。ここで我が輩が、うん、いいのかい、これ。はい、いいですよ。大丈夫かな。はい、用意した。あ、じゃあちょっと待ってね。はい、あるものを用意した。あるアイテムを用意した。アイテム、うん、ズラーン。これ結構赤いやつですよ。はい、帰ってきた防具ハバネロ、馬からポテトスナック。はい、これを赤いやつですよ。これ赤いやつですか。そう、俺でも結構きついかも、うん、これやばいやつですね。やばい、ハバネロ。これ一気に食ってもらいます。一気に、ほう、ボレ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 って一気に食ってもらいます。なるほど。じゃあ何秒とかだってかわいそうじゃん、うん、はいはい。なので、じゃあ1分にしようか。1分は結構長いから。結構だから、じゃあ分かった、じゃあ一気に食ってもらいましょうか。あ、じゃあ全部食い切ると。全部食い切ったら、
新鮮タイがワンステップアップでも。なるほど。ね。じゃあこれを一気に食べたら、うん、メープルカイザーさん勝てますか、ね。勝てると思うよ。なるほど。これはメープルカイザーできないと思うよ。これは行くしかない。うん、新鮮タイが行くしかない、ね。これはやっぱりね、だってほんまね、こうなんつうの、顔もさすごいそっくりだなんつって、うん、殴られてるなんて言われてる中、うん、これができたらね、じゃあね、じゃああなたはこれ食べれるのかと、うん、違いを見せれるんじゃないかと。我が輩は思う。僕ハバネロ一気食い、ね、新鮮タイガー行ってみましょうか。ちょっと待ってね、一応ね、ちょっとごめんなさいよ、ちょっとカメラ持って、はいはいはい、意気込みの方よろしくお願いします。頑張ります。僕ハバネロ、はい、行きたいと思います。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、一応ね、あの、うん、お水そうそうそう、それ大事だ、ね、最初ちょっと飲んでいいですか。あ、いいよいいよ、全然全然水分飲めてなかった、ちょっと潤しときな、パスパスだった、パスパスだった、まあ、ずっとね、あのステージとか出てたからね。これしかしこれ何回も飲むのはこれ反則なんで、水は3回限りいきます、うん、いやもうそんなんいらないでしょ。あ、一気食いで、一気食いなら、いらない、ただ危ないから、うん、あ、置いてあるの、そうそうそう、一応ね、危ないからね、うん、はい、 OKOK、 分かりました。それでは、よろしいでしょうか。心の準備ができたらでいいよ。はい、大丈夫です。タイミングは任せるよ。大丈夫ですね。ナイス。はい、それでは、はい、2016年、はい、無理はしないようにね、無理はしないように、日本ローカルヒーロー祭りを終えた、新鮮タイガーが、うん、暴君浜根の息食いします、はい、これで、食べ終わったらワンステップアップ、はい、じゃあ新鮮な映画どうぞ。いたいたいた、うん、割といける感じ、割といける感じ、いけどこどこっと、無理はすんなよ、無理はすんなよ、まだもうね、あの無理はすんなよ、ドカーンとくると思う、うん、あー、いいね、お、いいね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 、だいぶこぼれてるけど、いいね。お、噛んで噛んで、あ、いいよ、いいよ、割と普通か、いけるか、うん、これをね、これを前にしてこっちで、はい、そうだまだ大丈夫って、もう止まってるけど、帰ってきちゃったんだから、しょうがない、防寒幅ないからな。いやいや、いやいや、食べてる、美味しい、美味しい、美味しい、意外と辛みがあれなのかな、抑えられてるのかな、そんなことはないと思うぞ。止まった、多分地味に食うんじゃないか、地味に食う、なるほど、なるほど、そうそう、一回流していいですか。ああ、いやいや、無理すんな、無理すんな、うん、決してこれ一気とは、一気とは言い難いよね、これね。鼻でも走った、はいはい、もう一気、我慢できない、我慢できない、ガーッと、そう大丈夫か、はい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 、大丈夫か。大丈夫か、ワンステップ上がるヒーローになるためだ。大丈夫か、頑張れ。意外に大丈夫、意外に大丈夫、意外に大丈夫か、そうか、ほらな、あ、いける、あ、いける、はい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 、これあとどれぐらい、まだあと半分ぐらいです。結構な勢いで言ってるけど、全然残ってんじゃん。全然残ってんじゃん。ガーッといけたんだよ、ガーッと、男らしくガーッと、そう、そらないなっていうぐらいに詰め込んでさ、だからすごい容量があって、まあ今マスクのな、マスクのな、確かにな。いけ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 、全部、おい男らしい、男らしい、いいよ、だいぶ今、新鮮タイガー株価が上がってるよ。タイガー、おい、さあ、あれだよ、あの、味をね、こう、噛み締めてる場合じゃないぞ。そう、味わってる場合じゃないぞ。どんどん入れてけ、味わってる場合じゃないぞ。これ水飲んでるのは別に辛くて飲んでんじゃないな、これな、多分押し込んでるな、押し込んでる状態ですか、うん、はい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 、まだいや、ってビールがいってるしね、これもうきつい。いや、これ途中で終えたらあれだからね、あの残しちゃったら全然勝てない。あ、まあギブだからね、ギブってことだ、ギブするならギブでもいいよ、ギブ、いや、大丈夫、男らしい、うん、いいね、これでね、最後頑張れと、うん、ゴー、ゴー、タイガー、すごい、もう完全タイガーマス、違うやつ、違うやつでしたね。食べてる、
詰め込め詰め込め詰め込め。だだだだ。飲んで飲んで飲んで。だだ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 だ。ここでちょっと新鮮タイガーの曲を流したいね。なるほど。うん、我が輩たちディキシーズが楽しませる、新鮮タイガーのね、はい、あの世界観頑張れ新鮮タイガー負けんな新鮮タイガー僕らの怪物新鮮タイガーおおお行ったか行ったかおおちょっと、ハンチ、はい、安定でございます、はい夢の扉開くその鍵それは実はい、はい、おいまた一緒でございます最初の感じなんだけどねやっぱねちょっともたつきがあったタイム的にねタイム的にねあんぐらいゆっくりすればそれはみんなねいけるだろうとあのまあ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 でもまあいいでしょう最初にしてはね、うんうん、いいと思いますあとねこれは僕の計算違いだったんです、うんそこそこ食べれたねだからなんかレベルがあるのかねこれはねあるのか自分もちょっと思いのほかいけちゃったみたいないけたのがびっくりなるほどなるほどリアクション取れよそれでもそういうとこだろでも自分がまあここはいけたんでこれもマッツさんもいけると思いますいや、いや違うんだよあのこういう動画的とかテレビ的には君のリアクションはすごいダメなんですよあのこう辛くてもすっげえ辛い感じしろこれ感動だった何やってんだよどうなるの今日はマッツさんもいけると思いますそうですねじゃあそこでお手本ちょっと待てよおいそこまで言うならお手本をねこれはやっぱ師匠ですか待て待て待てお前これ聞いてねえぞ言ってないですもん言ってないですもんじゃねえマジかよそれはもう師匠って言われたもんですからそれはもうお手本見せていただければえ大丈夫です皆まで言わないでくださいあのちゃんと水は用意してますからあ我が輩用のそう水は用意してますあだって、ね、そんな言うならてんちゃんやれよそうねみんな言ってると思いますねバーッて洗ってねテグマさんならこれ10秒で言ってくれるでしょ、多分何ハードル上げてんだよやめろ、そういうこと言うのやめろ、お前はい、ということでね、そんな言うのはもう、しょうがないでしょしょうがないですね、もうここはね師匠って言われちゃったもんですからじゃあ、わかりました、やります弟子の尻は師匠が吹くといや、だって弟子はメープル書いたのいや、あれじゃあ師匠はメープル書いたのメンプルカイトの射程です射程ですさっきも師匠って言っちゃったもん師匠はマッチョさんですね何なんか強気でいるんだよいや、やるほどこれですよ、はい、さっきからメンプルカイトだったのが、はい、なんか若輩がいないときに出口を若輩の高い口に叩いてると思うんですけど結構マジだマジじゃないですけどそんな言ってないから言ってないっ後ろにメープルカイドさん、ヒューマンモードだから映せないっていうあ、じゃあ決まりますはいはいまあ、何秒ぐらいでえ何秒ぐらいでいかんすかじゃあ1分でいきます1分で、なるほどあこれ、なんか食べやすいようになんか砕いておいた方がいいわかる、本当にね、新鮮タイガーとのは辛いの強かったのかもしれないかもしれないわかる、辛いのマジダメだからそうくっちゃ飲むよはい、いいですよくっちゃ飲んでくっちゃ飲むからな行くぞ1分ね OK、分かったじゃあ、新鮮タイガー、1分あ、はいちょっとこぼしたら必ず掃除していくのでそうですねそれは安心してください、はい、それは掃除して帰りますマナーとしてねはいで、これで本当に思ったより食えたのかでは、参りますよはいでは、マトテングマンはい僕帰ってきた僕らまでの着替え、はい、行かせていただきます。はい、はい、いただきます。はい、ゴッ。唇が痛くなります。今更言うんです。歯に引っかかってます。はい。行きます。あ、行ける。大丈夫。大丈夫、行ける。大丈夫、もう。大丈夫、行けよ
あとどのぐらいですか。ラスト30秒です。お、30秒。だいぶこぼしてますけど。だいぶこぼしてる。止まった。ラスト40秒です。もう装備始めます。天狗さん。まだあと40秒。大丈夫ですか。大丈夫ですか。無理はしないように。無理はしないように。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、です。はい。一歩立ちました。さあ、どんぐらい残ってますか。あ、でも半分いきましたね、半分。半分いきました。この文字入った。お前嘘つくねえよ。何が大丈夫だよお前。いやだってそんな辛くないっすよ。そんな辛くねくねえよ。しょうがないな。何？いやこの半分残ってるでしょ。あれですよ。いや何だよ。行きます。最後ね。よし君が。はい。行ってくれますか。30秒で行く。おお。30秒で行く。そうか。半分だからね。おお。じゃあ30秒で行くわけですね。はい、お願いします。はい、ちょっと、はい、これ、じゃあ砕いとかないそれ、なんだそれ。なんで砕くんですか。いや、砕かないとさらっといかないでしょ。こすいよな、お前。いくよ。はい、じゃあお願いします。よろしければ。吉肉シリーズ、ボー君がハンバネのチャレンジ、レディーゴー。あ、ほんほん、喋ってけよ。うまい。何？食ってけ、もう。手止めんなよ。食ってけ。早く。5、4、3、2、1。おい。水ありますよ。水を。お前何してんだよ。多分逆に砕いたことが穴になってる気がする。そうだな。多分こうういって一気に入ってたんですよね、きっと。多分そのままの形で食えば。どう。惜しい。よしでくじず惜しい。逆に粉塵状になってこう変なとこに入っていくっていう、ね、その現象型も起きたんですよね。なるほどね。あー、よし殿、作戦の失敗っていう。お前逆に言われとるやんけ。奥の方に。まあ無理だったって話ですよ。我が輩たちには無理だったって話よ。あのね、美味しさがアップ。美味しさがアップ。ただあの前作よりも辛みがちょっと薄くなって逆にうまくなって、多分本当にあかんかったんだよ。あ、なるほどね。あの前作は、はい、多分そんなに全部食えるほどじゃないっていう。ちゃんと美味しくいただきました。はい、ちょっと落ちてしまったのはちゃんとね、あのお掃除してきますので、ちゃんとね。はい、今どんぐらいですか。はい、いつもね、ありがとう。さあメープルガイドさんもね、あの気になって見に来てらっしゃいますけど、はい、かなり具合悪いです。おかえりよ。新鮮タイガーがね、レベルアップしたいということで始まったこの企画なんですけど、あんなにマッチョさんの悪口ばっかり言ってるからだよ。言ってないですよ。言ってたの。そこでそのキラーパスはなかなか自分もそういうと返せないんで、そういうとこなかなかある。でそんで、ね、後で、まあ、こう破壊でね、破壊で消えてもらうから。破壊で破壊っつって。どうやるんですか。破壊。
っつってね聞いてもらうんで大丈夫か今新しい技がね今のいい感じだったよ今のいい感じだったよ覚えていきます毎回それぐらいやってくるとね、はい、草なんかあれですね、ニンニクの匂いですねそうですな疲れの中はニンニクがいいですよハバネの種、もうこの3人ハバネの種しかしないから今日夜頑張れよできるよね、はい、本当にね、はい、ということで、はい、2週にわたって新鮮大会ね頑張ってくれましたけれども分かりました、ね、あの栃木ね、行った際にはなかなか会えないと思うけれども、はい、大体施設の中だよね大体施設ちょっとあのよしお前ちょっと大丈夫か口から路列がもうない大丈夫もう今来てるんですよ、うん、あの施設の中にね大体いるからね、はい、そうだな、あの介護本当に介護士なんですよ、介護歴何年だっけ、今年で13年になります。ベテラン中のベテランね、うん、でおじいちゃんおばあちゃんとかね、はい、そういった人たちを喜ばしたいということで今ご当地ヒーローに自ら変身してね、はい、頑張っております、はい、ここまでフィーチャーされたの初めてじゃないか。そうですね、ね、頑張れ本当に、はい、頑張ります、ね、ありがとうございます、はい、これがもう栃木のね、はい、あの栃木ジャスティスだっけ、はい、とかね、いろいろとご当地ヒーローショーも出てくると思いますので、はい、見かけたら声かけてやってください。介護選手新鮮タイガーの応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの主題歌は我々でキシズが作っております、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあこんな感じでいいでしょう。はい、我が輩がどうだよ、もうマッチさんが言う自由だよ。どうだよ、もう言ったことないですけど、メープルカイザー殿から間接的に来るからね、うん、何も言ってないですから、プライベートでも来るからね。そうめちゃめちゃ本当にいいやつです。はい、はい、ほら実は我が輩が振ったら、夜でございます。夜です、夜です。あ、ありがとうございます、はい、大丈夫です。ここから先は、はい、夜です。さあ、はい、せっかく来たんでね、いろんな各地のローカルヒーローを紹介していきたいと思います。ということで、新鮮タイガーとの、あ、メープルカイザーが通ったけど、新鮮タイガーとね同じ栃木のご当地ヒーローということで、メープルカイザーから、メープルカイザーじゃないや、新鮮タイガーから紹介をお願いします。はい、栃木県宇都宮市のローカルヒーローの方で、ライジン・ライサマさんです。はい、ライサマ様、はい、すごいね。ということで、どういう活動をされてる方ですか。栃木ジャスティスと言いましてですね、うん、栃木県の、ロマンチック村で、はい、毎年行うイベントなどを、うん、企画してきたりしますね。企画をされてる、まあ、企画部長みたいな、まあ、主役です。まあまあ主役というかね、温度を取ってらっしゃる方だから、あれでしょ、この日本ローカルヒーロー祭りでいうとこのやつるぎみたいな感じの栃木バンド、自分も声かけていただくんで、いつも。なるほどね、はい。何ですか、まあ、ハードル上げないです。結構あれですね、レトモさん可愛らしい感じですね、こうフォルム的に、ね、うん、はい、ね、さっきはね、あのステージですごいかっこいいステージ見せてらっしゃいましたけど、はい、ね、ということで、新鮮タイガーともどもですね、よろしくお願いしますということで、お願いします。栃木のヒーローですね、ライサマさん、ライサマさん、ライサマさん、ね、よろしくお願いします。はい、夜でございます。昼間をね、はい、いないっていうのは新鮮というよりも楽でございますな。はい、なるほど、うん、新鮮といえば、うん、だいぶ新鮮タイガー頑張ってる。そうですね、あの今週も、うん、今週もはい、だいぶフィーチャーしますね。本当に面白くなかった俺は気づく。ハバネロイっていう。あ、そういうこともやってるんですか。ちょっと やらせてみます。やらせてた。実は思いのほか辛くなかった。我が輩めちゃめちゃ辛かったからな、あいつに教えられたんですよ。あ、そうなんですか。我が輩はいろいろありましたね、うん、まあ楽しそうですな。まあ、いや、まあ、僕はまだ見てませんからね。ああ、そうかそうか、そう、それがねドキドキなんですけど、うん、いやね、もうそんなにね、何て言うのかな、その面白い面白くないっていうことを、はい、もう、まあ、例えばヨッシーとかには言わないですよ、もう、うん、それは僕、俺はもう全部教えたつもりでいるしね、はい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 、その最低限の、はいはい、こうやって撮る、こうやって構成する、うん、こうやってやるっていうのは教えてるから、うん、あとはもう感性なんですよ、ね、うんうん、だから俺の作ってるものが面白いんだけど、ヨシノはダメって、逆もあるんですよ、はいはいはい、ヨシノが好きなんだけど、うん、俺のがダメっていうのもあって、ただその
その前の段階のやつができてないと評価ができないから、それもね、俺は、それはもうお客さんが決めることだと思いますよ。なるほどね、そうですな。確かにそうですね。楽しんでいただければな。そうですな。だと思いますよ。だから、コツとしては、なんとか面白くしなきゃって言って、無理をしないことですね。なるほど。力むと本当にね、そうそうそう、空回りして。確かに確かに。ということなんですわ。そうですな。勉強になります。いや、勉強になりました。あ、そうかい。これはまだまっすぐ、まだまっすぐ、まっすぐ、大きいところ、はい、とはね、そういうふうに思うんですがね、はい、まあ、何せよね、日本ローカルヒーロー祭り、はい、今回もね、かなりの数のご当地ヒーローとかローカルヒーローが来られたみたいな、そうですね、また来年もね、来年もやると思うんですけど、はいはい、そうなの。じゃあ俺今からや作ろうかな、ヒーロー。まあいいんじゃないですか。西尾宮の、なるほどなるほど。あ、そういえば西尾宮のご当地ヒーローっていないですもんね。まあいるかどうかわかんないんだけど、うんうんうん、ガチガチレンジャー、ガチレンジャー、ボス3人じゃないですか。ガチレンジャー。監督何色いきたいですか。やっぱり俺はね、白がいいね。白、白新しいですね。白でレイジ、白はね、かなりこう紳士的なこう喋り口調で、ジャッカー電撃隊でいう佐々木佐々木勲さんですよ。はいはいはい。白でレインボーズはジャッカーでに一体の大人が言ってんじゃねえよ、何々レンジャーとかさ。いや、いいじゃないですか。右左どっちでしょ。何々レンジャーとか大の大人がさ、結構やっぱね、お子さんも多かったんですけど、うん、やっぱりね、大きいお友達も多かったですね。多かったね、うん、だから、その戦隊もの、古き良き戦隊を見てきた人たちがやっぱり好きで見てるんでしょうね、はいはい、でやっぱりだからコンセプトとしては、うんうん、デパートの、これ右でいいの、右で大丈夫です。これでいいの、そうです、そうです、これいいの、ね、そのままローカルヒーローのコンセプトとしては、うん、やっぱみんなが好きなんてどういうとこかなと思ったら、僕はデパートの屋上のヒーローショー、はい、感覚、なるほど、っていうのがやっぱりいいんじゃないかなと、うん、みんな好きなところなんじゃないかなって感じ、はいはいはい、なるほど、ね、もう後楽園とかでしかやってないじゃないですか、うん、はいはい、既存のヒーローの人、そうだね、確かにね、身近に感じれるヒーローっていうのが魅力なんじゃないかなと思うんですよ、ね、なるほど、確かに確かに。ただね、俺はね、まあ、今はどうか知んないんですけど、はいはい、ショーをもうちょっと考えた方がいいですよ。なるほどね、やっぱり同じパターン、まあでもね、子供だから、うん、変なね、パターンよりはもう王道を見せといた方がいいのかなという、ね、完全懲悪、ね、うん、まあ、そうですよね。でもね、去年は見たんですよ、僕のそのヒーローショー、はいはい、あれをね、はい、結構設定とか難しいですよ、うん、なんとのメンタラ星雲5000年前とかなんとか言って、結構ね、子供らポカーンっていう設定ありますよね。もっと分かりやすくてもいいな、そう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 、設定自体の、うん、なるほどね、確かに確かに。一時期戦隊ものとかがね、うん、人気が低迷しかけたのはやっぱそういう凝りすぎたところがあって、うん、子供がついていけなくなったみたいな、なるほど、ところもあった。アメリカのパワーレンジャー、はいはいはい、ムキムキですからね。そうですね、ムチムチな感じ。確かに ねでもデカレンジャーも獣王者も、ま、マジレンジャーもみんなパワーレンジャーですからね、はいはいはい、全部パワー、パワーレンジャーなんとかなんとかって、うんうんうん、そうなの、全部パワーレンジャーじゃないの。パワーレンジャーはパワーレンジャーなんですけど、うん、なんかスペシャルフォースとか、ああ、うん、なんかスペースポリスとか、この大きいお友達が、うん、なんだよ大きいお友達って。大きなお友達、販売の匂いがプンプンする。さて、今日の場所は、はい、今日行く場所はですね、首塚、首塚、千葉の首塚、はい、はいはい、というところなんですね。でも昔のお侍さんですね、うん、が千葉に攻め入って、まあ、千葉一帯を制圧したお侍さんがいたんですけど、うん、その方が最終的に足利氏だったかなんだかに滅ぼされて、うん、
焼かれたかなんかな。でその方の首が眠ってるところに焼かれてる、はいはい、ただなんか曰くがですね、そのお侍さんが出るのかと思ったんですけど、はい、なんかどうも髪の毛を引きむしりながら、その髪の毛をぶら下がけてる老婆が出る。なんかどぎつい感じがするんです。なんかあのドカンババの匂いがしますね。ドカンババ、うん、ドカンババはどっかユーモラスじゃないですか。ねえ、そのおばあちゃんダメだろ、いたら。完全に子供もんですよ。本当に保護対象です。どういう、これまっすぐ言うのかな。これは左。おいー、あ、こちらの方、本当、はい、そういうもんなの。大丈夫なんですかね。いや、ユーモラス、ユーモラスじゃねえじゃん、もう。そうですね。いや、それは本当に生身でいたら本当に保護しないといけない。いや、保護じゃないだろ。怖いだろ、もう。髪の毛むしり むしり取って。捕獲したらどうすんの、こんなにガチメカに乗せるの。いや、最寄りの警察へ。いや、だから最寄りの警察まで乗せるんだろ。110番呼べばいい。いや、本当これはもう。それはほっときましょうね。いや、探してるね、ご家族いるかもしれない。いや、探してないって、うん、もっと言っていい。もういなくてほっとしてるよ、多分。いや、本当ですよね。まあね、でも大体そういう曰くは曰くっていうのもあるかもしれない、うん、我が輩たちが何かをする前に我が輩たちは逃げてるって、うん、逃げてる逃げてますよね。いないことを、いないことを願っちゃいけない。そういう枠は一応あります。なるほど。わかりました。頑張ります。頑張ります。さあ、ここから先は有料でございます。後半も待ち。なんかビビッとしたんで持ってきました。お線香買いました。お線香。あれ、ここいきなり書いてありますね。お墓だよ、これ全部。え、本当だ。墓地じゃん。この上だ、下だ。じゃあいつもこれ用意しとかやらないとダメかもね、うん、これはやった方がいいっていう風な、はい、が入ってきたんですよ、はいはい、目が見えなくなってきた。大丈夫、うん、体中が熱い。ダメだ、ちょっと俺がノイローゼみたいになってる。ぐる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 って回ってる、はい。